よろしいですか。それでは定例の記者会見を始めさせていただきます。本日はこの通常国会開会をいたしまして初めての定例の記者会見になります。これから閉会までの間、原則この水曜日のこの時間帯に会見を行わさせていただきますのでよろしくお願いいたします。冒頭私からは昨日今年度の補正予算案が衆議院を通過をいたしました。今日明日と参議院の予算委員会が行われまして、明日の夜には成立する見込みでございますが、この補正予算案はご承知のとおり、この4月からの消費税引き上げに備えた経済対策が盛り込まれた補正予算でございますので、成立後は政府においては速やかに執行の準備を整えてですね、4月の消費税引き上げに備えていただきたいと思っております。私からは以上でございます。朝日新聞の岡村です。NHK の経営委員会の長谷川さんがですね、野村修介の自殺について礼賛するようなコメントを追悼文を出されているんですけれども、それに対する見解を。個人としての、個人の信念、あるいは信条に基づく行動でございますから、それについて私がコメントすることはございませんけれども、昨年の秋の国会で、NHK の権威委員としてですね、政府から、人事案が示され、国会で同意をしたわけでございますが、私どもとしましては、NHK の権威としてですね、適切に業務運営をしていただくという点については、その認識は変わっておりません。同意人事前ではあったんですけども、論文の発表がですね、今後、野党からの追及もあってですね、今日の国会審議でも出てるんですが、その国会に呼ぶ呼ばないという点ではどのようにお考えでしょうか。それは野党のまさに協議で行われることでございますから、それは協議に委ねたいと思います。昨日の安保法制本で総理が、総理の発言でそのグレーゾーン自体の対処であるとか、あるいはその安全保障環境の法的整備を切れ目なくする必要があるという発言をされていらっしゃるんですけれども、これについての、共有できるかどうかも含めてですね、認識を伺いたいと思いますけれども。昨日の安保法制本で議論された中身は、私もまだ報道をを通じてしか知っておりませんけれども、いわゆる従来法制根が検討してきた集団的自衛権に関わる事象とは別にですね、と別の件で、いわゆるその日本に対する直接な武力行使は行われないけれども、それに類推といいますか、近いといいますか、それに至らないけれども、なかなかその警察権の行使、具体的に言えば、海上保安庁だけでは対処しにくいような事案が考えられると、それにどう対処するかということで、であったかと思います。これは従来の、いわば憲法解釈、個別的自衛権の範囲の中での議論でございますから、それについては検討する余地は十分あるというふうに思っています。もしかすると確認ですけれども、その点については総理とは認識が一致される、共有される。認識といいますか、その具体的にどうするかという案が出てこなければ、我々もそれに対する是非をですね、判断するに至ってはいませんけれども、そういったいわゆるマイナー事件ということですよね。に関して自衛隊の活用するということも選択肢の一つではないかと思います。ではじゃあ具体的にどういうふうに活用するのか、あるいは武器使用をどういうふうにするかというのは今後の課題ですから、それは具体的な案が示されないとそれについてはコメントはできませんけれども、選択肢の一つではあるというふうに思っています。検討の必要性があるということで、検討の必要性といいますか、政府は検討されるということですから、その結果はを見て判断をしたいと思います。
産経の岡田ですけども、去年の東京五輪の2020年決まって以降ですね、はい、カジノを中心とした IR 推進法案の動きが高まってますけれども、公明党としての立ち位置をですね、改めて、これはですね、昨年の臨時国会の終盤、超党派の議員連盟の方から働きかけがございまして、その時点ではまだ党内にいろいろな意見がありますので、公明党の議員がその共同提出すると、共同提案者になるということは、まあ、差し控えるということになっておりました。まあ、その後まだ率直申し上げた、まだ国会始まったばかりですので、この国会始まってからまだ議論が深まったということではございませんので、今後これについては議論していきたいと思っています。TBS の中野です。はい、教育制度、教育委員会制度の改革なんですけれども、自民党の遠藤俊明さんがですね、一部報道のインタビューでですね、日銀の政策委員会型で改革すればいいんじゃないかというふうに言っているんですけれども、公明党の考えている考えと比較的近いんじゃないかと思うんですけれども、この点どう考えますか。その日銀の政策委員会型というのがですね、言葉だけ私も聞いてるんですけど、具体的にどういう制度になってるのか分からないんです。そっち言って、その自民党さんから説明を受けたこともないんでですね、ですからちょっとそれはコメントなかなかしにくいんですけれども、はい、言ってもらうと、その内容の肝っていうのは、教育委員会を決定権のある執行機関として残した上で、教育庁と教育委員長を統合するということが肝になっているんですけれども、この点に限って言うのはどうでしょうか。まあ、それは、選択肢の、検討の選択肢の一つではあると思います。で、まあ、教育委員会制度については、われわれも現状の教育委員会制度は課題があると思ってるんですね。でそれは例えばその教育委員長と教育長と教育委員会の委員と誰が最終的な責任者なんだと、その責任の所在がよく分かりにくいといった課題、あるいは滋賀県の大津のいじめ事件の時にあったように、なんか事件っていうか事案が起きた場合にですね、その教育委員会が現在は教育長を指揮監督するというふうに言ってますが、非常勤ですから教育委員会がですね、なかなかそのスピーディーな対応がやりにくいというところで、その危機管理上の問題があるといった課題はあります。その一方で、これまで教育委員会制度を果たしてきた政治的中立性の確保ですとか、あるいは教育に関する継続性安定性の確保ですとか、そういった長所もあるわけですね。でそこをどううまく組み合わせていくかということが課題になるというふうに思っていまして、今ご紹介いただいた案は、一つのその検討の選択肢ではあるというふうに思います。すみません、関連してなんですけど、読み読み合いですけども、政治的中立性の確保というところで、非常にそこ懸念されているということなんですけども、やっぱりそういう点から言うとですね、教育委員会がこの執行機関であるというところはですね、現状のままそこは変えない方がいいというお考えですか。首長を執行機関にするよりは、教育委員会を執行機関にした方がそれに関してはふさわしいんじゃないかと思います。もう一つ、国民投票法の関係でとお伺いしたいんですけれども、はい、自己案をですね、今国会に提出するということで、共同提案も含めてですね、野党にも働きかけていくと思うんですけれども、維新の会とかはかなり積極的なんですけれども、民主党の方はですね、公務員の活動のですね、罰則等をめぐってですね、ちょっと慎重な考えですけれども、これ どこまでですね、各党とこう協力というか広げて提案されるというような見通しなんでしょうか。そこはまだはっきりと申し上げられる段階ではありません。なるべく広い会派の賛同をいただくということが望ましいことではありますけれども、おのずと
限界もありますので、まあ、そこら辺の異次性兼ね合いという議論だと思いますが、まだ最終的に結論が出ているわけではないと思います。前会派には声をかけして、なるべく多くの会派には声をかけるということだと思いますが、はい、まあ、花から反対というところはなかなか声をかけにくいかもしれませんけどね。はい、教育委員会制度に関してなんですけれども、昨日の代表が記者会見で首長に権限が出ることについて、首長のコントロールが効きすぎるのではないかというふうに、政府案に慎重な姿勢を示されたんですけれども、今、中教審で A 案と B 案があって、B 案だとその、一応教育委員会執行機関として残されているわけですけれども、B 案でも首長の権限が強すぎるというふうに考えられます。それはですね、今後の課題ですから、これはですね、現状よりも首長の関与を詰めた方がいいんじゃないかということはあると思うんです、ある意味でね。住民から直接選ばれた首長さんの意見なり意向なりがですね、もっとその教育委員会とね、連携を強めるというか、そういう方向が望ましいんじゃないかということは、一方で中教省の中でも議論されていることですから、現行より強める方向にはなると思うんですけど、じゃあどこまでやるのかという程度問題だと思いますかね。はい、その現行よりも強めた方がいいというふうに判断されているその背景という理由は、いや、それは住民の意向をやっぱり反映させるということにで課題があるということですね。ある意味で首長さんというのは住民から直接選ばれて、住民の意向を代弁しているという位置づけもありますから、そういう首長さんの意見をしっかり受け止める方がいいんじゃないかということですね。ただし、先ほど言いましたように首長さんが全面的に権限を持つとなると、これはやっぱり政治的中立性のところから課題がありますから、その点の兼ね合いというのが今後の検討の課題だと思います。最悪のケースを想定するとね、そういう場合もあり得ることだと思います。全くないとは誰も言い切れないことだと思いますね。それは政府がこれからご検討されるということですから、その検討結果を踏まえて我々も判断をしていきたいと。話題変わって内閣府の見直しについて、今自民党の方で議論がこれから始まろうとしますけれども、公明党としてこの内閣府の見直しについてどう進めていくのかという点ですか。これは自民党さんの方で問題提起をされましたけれども、中央省庁改革でですね、各省にまたがる事項については、内閣府、あるいは内閣官房で事務を担うという方向になりましたけれども、その後、だんだん内閣府だけじゃなく、実は内閣官房で担っていく事務もどん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 増えて、おりましてですね、その点、あんまりにもその内閣官房、あるいは内閣府に、いろんな業務が集中しすぎているんではないかという問題意識は持っておりました、我々も。自民党さんが具体的な検討をされるということですから、今のところ我々は具体的な検討を開始しているところではありませんけれども、自民党さんの検討の動向等も、今後注意深く見守っていきたいと思います。
これはやはり、今年の12月にも法律が施行になりますから、まあ、それに間に合わせるということになるとやっぱこの通常国会で、まあ、法改正が必要となればですよ、この国会で、必要な法律を成立させておいた方が望ましいと思います。6月22日までになって、例えば春以降は今その与野党の協議を終えて、その立法を提出するというのが望ましいと。具体的な提出の時期はまあこれからですけれども、まあ、与野党協議をまとまればそんな時間がかからないことなんで、まあ、いかに協議をまとめるかということが課題じゃないでしょうかね。よろしいでしょうか。ありがとうございました。